1ヶ月から1ヶ月半ぐらい香港に生活して、ちょっと感じたことを話していこうかなと思ってます。香港はね、めちゃくちゃ住みやすいです。何が住みやすいって言いますと、交通網がね、もう完璧に統一されてるというか、まあ電車もバスも、まあフェリーとかもあるんですけど、それがね、かなり分かりやすく、そして全部ね、このオクトパスっていうね、これパスモとかスイカとかそういう感じの電子マネーなんですけど、まあ、これで全部支払いができて、コンビニとかスーパーとか、まあ、どこでも使える最強アイテム。そしてバスも電車も結構ね、色ごとで仕分けられてて、もう外国人の僕でもね、めちゃくちゃ分かりやすいんですよ。電車なんか特に分かりやすくて、まあ、MTR っていう名前の電車なんですけど、それ専用のね、アプリもあって、どこで乗り換えするとか、一番近い駅はどことか、そういうのも全部教えてくれますし、Google マップでね、行き方調べると結構バスの行き方が出てくるんですよ。だけど、バスって渋滞とかにも巻き込まれるので、まあ、基本的な移動手段は電車になっているんですけども、その電車の行き方を分かりやすく教えてくれます。で、先ほども言ったように、色で、全部分けられているので、日本でいう何々線何々線っていう、もうわけわかんないじゃないですか。でこっちの電車も何々線みたいないう感じで、何々ラインみたいな感じで分けられているんですけど、まあ、基本的には何色みたいな感じで言われます。分かりやすく乗ることができます。で、あと感じたことが、香港の人は iPhone ばっかですね。みんな iPhone 使ってるイメージ。まあ、とにかく飯はうまいですね。まあ、中華料理というか、まあ、中国系の料理なんですけども、まあ、どれも美味しいというような感じで、あと思い出した、香港に来て思った点。いや、香港めちゃくちゃ物価高いでしょっていうね。ことね、相当言われるんですけど、多分家賃とかそういう値段に関しては、めちゃくちゃ高い気がする。調べる限りちょっと高そうですね、家賃とかは。だけど、まあ、香港ね、安いものもめちゃくちゃあるんですよ。まず僕がここに来て驚いた1つ目、交通費が結構安いんですよ。まあ、安いって言ってスリランカとかカンボジアとかに比べたらそれは高いんですけど、基本的にこの国の物価って、まあ、日本よりちょっと高いぐらいって言われていますが、交通費に関しては日本より圧倒的に安いです。で、携帯代も結構安いですね。日本が高すぎるのかわかんないんですけど、まあだいたい1ヶ月1000円から1500円ぐらいあれば普通に使えると思います。あとね、65歳以上にかなり優しい街、香港。まあ、なんでこんなことを言ってるかと言いますと、まあ、先ほど話した交通費のところ、電車に関しては、65歳以上の人は、どんだけ乗っても、っていうか、どこの区間でも、香港2ドル。なので、まあ、30円弱ぐらい。子供とかも半額なんですけど、高齢者に対しては、もっと優しいみたいな。いう感じで、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかがね、公園とかでヨガとか、なんか少林寺拳法とかマッサージとかわかんないですけど、運動してる人がね、めちゃくちゃ多いんですよ。まあ、超元気だなって見るたんびに思いますね。その人たちがね、最新の iPhone とか最新のスマホをいとも簡単に操ってるんですよ。文字で打てない部分に関しては音声認識で入力したり、まあ、余裕で使いこなしてますね。そこはすごい。現代の社会にね、この順応する能力が長けているかなと思いますね。香港の人たちは若い。めちゃくちゃ若い。あとは何だろうな。まあその他に関しては、まあ、ほぼ日本ですね。で、気候に関しては、日本よりも全体的に10度ぐらい高いのかな。あ、冬がね。夏は結構、まあ、日本も暑いですけど、
今香港冬だと思うんですけど、15度から20度、25度ぐらい、昼間は20度超えるのかな、昼間は暖かいぐらいで、まあ、日陰とかは今ちょっと肌寒いんですけど、かなり過ごしやすいですね。こちらがですね、モンコック駅の近くになります。まあ、今日ね、まあ、ずっと歩いてきたわけなんですけど、だいぶ日も落ちてきて涼しくなってきているので、最後この辺の街並みを紹介したら家に帰ろうかなと思っております。先ほどね、紹介し忘れた香港の素晴らしい点の一つに、 Wi-Fi がね結構そこら中にあるんですよ。まあ、公園とか、レストランにはもちろんあるんですけど、電車とかバスにも Wi-Fi が完備されているというような感じで、かなり便利ですね。携帯代も安い。そして、どこでも Wi-Fi があるというような感じで、過ごしやすいですよね。で、ここは、露店が立ち並んだ、なんだっけ、ちょっと東南アジアっぽい雰囲気を醸し出しつつ、香港っぽいこの細長い建物周りというような感じで、かなり楽しめる、このままバーッと店が立ち並んでいるような感じですね。はい、まあ、この隣の道がもうスニーカーショップというか、ここもそうですね、ダーッと並んでいる通りになります。サッカーのスパイクも売ってるんかな。うん、ただスニーカーが本当にいっぱい並んでる通りですね。スニーカー好きにはもうたまらない道だと思いますね。うん、まあ、こことか、うん、で今回は、チムサーチョイからモンコックまでの散歩の様子を映していきました。ここら辺で今回の動画は以上になります。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録、インスタのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。相席食堂やってるんです。相席食堂、こんなオープニングです。